東京都知事候補、無所属、富山光一、36歳。反管理教育運動を出発点に異端的極左活動家となり、今時政治犯として2年投獄され、現在に至るも反体制知識人。では続いて富山光一さんの政見放送です。有権者諸君、私が富山光一である。諸君、この国は最悪だ。政治改革だとか何とか改革だとか、私はそんなことには一切興味がない。あれこれ改革して問題が解決するような、もはやそんな甘っちょろい段階にはない。こんな国はもう見捨てるしかないんだ。こんな国はもう滅ぼせ。私には建設的な提案なんか一つもない。今はただスクラップ&スクラップ、全てをぶち壊すことだ。諸君、私は諸君を軽蔑している。このくだらない国を、そのシステムを支えてきたのは諸君に他ならないからだ。正確に言えば、諸君の中の多数派は私の敵だ。私は諸君の中の少数派に呼びかけている。少数派の諸君、今こそ団結し立ち上がらなければならない。奴ら多数派はやりたい放題だ。我々少数派がいよいよもって生きにくい世の中が作られようとしている。少数派の諸君、選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ。所詮選挙なんか多数派のお祭りに過ぎない。我々少数派にとって選挙ほどバカバカしいものはない。多数決で決めれば多数派が勝つに決まってるじゃないか。じゃあどうして立候補してんのか。その話は長くなる。掲示板のポスターを見てくれ。ポスターは2種類あるから、どちらも見逃さないように。私はこの国の少数派に対する迫害にもう我慢ならない。少数派の諸君、多数派を説得することなどできない。奴ら多数派は我々少数派の声に耳を傾けることはない。奴ら多数派が支配するこんなくだらない国はもはや滅ぼす以外にない。改革なんかいくらやったって無駄だ。今進められている様々な改革はどうせ全部全て奴ら多数派のための改革じゃないか。我々少数派はそんなものに期待しないし、もちろん協力もしない。我々少数派はもうこんな国に何も望まない。我々少数派に残された選択肢はただ一つ、こんな国はもう滅ぼすことだ。ぶっちゃけて言えば、もはや政府転覆しかない。少数派の諸君、これを機会に政府転覆の恐ろしい陰謀を共に進めていこうではないか。ポスターに連絡先が書いてあるから、選挙期間中でも終わってからでも構わない。私に一本電話を入れてくれ。もちろん選挙権のない未成年の職員や東京都以外の職員でも構わない。我々少数派には選挙なんかもともと全然関係ないんだから。最後に一応言っておく。私が当選した、奴らはビビる。私もビビる。
富山光一に悪意の一票、富山光一にやけっぱちの一票、チェルケ投票なんか行くな、どうせ選挙で何も変わらないんだよ。無所属富山光一さんの政見放送でした。